2つのラインがほぼ並んだ体勢ですが、抑えてくる石原颯、粘ってくる宿口陽一、西日本勢分断に動きます。川越優勢は現在は隊列の後方で外の並走、石原マイペースとなりました。東日本勢分断策で宿口、外並走吉本拓司、あとは3番塚本もこれに応じる格好で、川越優勢は内に降りることなく外並走4番手付近になっているが、石原の逃げをめぐって、さあ東日本勢宿口と吉本番手戦は攻防から踏み勝って宿口が取り切りました。吉本交代で、そして5番五日市誠、6番の竹山亮太、4番石原の行為は東日本勢はまっている。5番手からさあ一夜通して2番川越優勢まくって迫ってきますが、3番手争いがいっぱいだ。4番石原が先頭、後ろから抜きに行く1番宿口陽一が差し切った、ゴール宿口陽一です。